ああ、今行くよ。へいへい、隊長、こっちこっち。奇遇？これが人間の言う縁ってやつかな。俺はね、人を探してるんだ。そう、俺の監視じゃない、調査の結果、今日奴は仮装パーティーに参加することが分かったんだ。普段なかなか捕まえられないから、今日は絶好のチャンスなんだ。当たり前じゃないか。なるほど、人間社会にはそういった常識があるのか。わかった、また新しい知識が増えたよ。ありがとう隊長。でも俺は大丈夫じゃないかな。ほら、頭の角が仮装ってことになるんじゃない。へへ、羊の変装ってことにしよう。また何か間違えたのかな。なら今後は隊長にいろいろ教えてもらおう。そうだ隊長、仮装パーティーでは牛乳は飲み放題なのかな。牛乳がないのは残念だけど、人間の仮装パーティーはすごく楽しそうだ。体験してみるのもいいね。隊長、さっきの人知ってるような気が。誰だっけな。あの人は。くっそ、なんで先に出てくるんだ。俺はまだ入ってもいないのに。俺に人間の仮装パーティーを体験させない気か。隊長、俺は彼を追う。それじゃ。あ、今行くよ。隊長、隊長来てくれたんだ。あの人、あっちの植え込みの後ろに隠れてるよ。朝からずっと隅に隠れて、ウル先生を怪しい目で見てるの。ウル先生と決闘する気なのかな。先生怪我しちゃう。ウル先生に気づかれないようにね。いや、隊長。隊長やるな。どうして俺を見つけられたんだ。こんなにうまく隠れていたのに。
ここだけの話、俺はウルを観察してるんだ。忘れないようにノートとペンで記録しているんだ。あいつは俺と同じように角があるのに、俺とは習性が全く違うんだ。あ、そうだ、頼むからウルには内緒にしてくれよ。彼は子供たちの面倒を見ててすごく忙しそうだ。邪魔をしない方がいいと思って。隊長、心配しなくていい。俺は悪いことはしないから、信じてくれ。このことはどうか内緒にしておいてくれないか。ウルも中に入るみたいだ。うん、俺も入らないと。そうさ、俺もそう思ってたところだよ。ウルもきっと休憩を取るはずだ。彼の昼寝の時間を記録できるかも。これは重要なデータだよ。見逃すわけにはいかない。隊長、俺はこっそり中に入るよ。それじゃ。自分で見てみて。隊長、あそこ。隊長、どうも。どうりで窓の外が暗くなってるわけだ。でも心配ご無用。欲しいデータはもう全部記録したからね。このデータがあればレチェール先生もきっと喜んでくれるはずだ。口を滑らせた。ごめんごめん、聞かなかったことにしてくれないか。まだ急ぎの用事があるんだ。それじゃ。バイバイ、またね。あ、今行くよ。中央市街地は平和でいいな。ここが好きなんだ。隊長知らないだろ。俺は誰もいない山奥から来たんだ。高い山ばかりのところさ。俺は山登りが大好きなんだ。山頂に立つと本当に爽快で。中央市街地には高いビルがあるから、よく素手でてっぺんまでよじ登るんだ。ビルのてっぺんに立つと俺が昔登った高い山を思い出すんだ。そうさ、素手で山に登るみたいにビルに登るんだ。それからもう一つ、俺が初めて牛乳っていう素晴らしいものを飲んだのもここのコンビニだったんだ。
高、牛乳、マジやばい。世界中の水が全部牛乳になったらいいのに。全然、人気使いになる前は俺はずっと一人だったから、覚えてる限りずっと一人ぼっちだったんだ。自分がどうやって生まれたのかもわからない。きっと石から飛び出したんじゃないかな。みんなが俺を理解できないように、俺も自分が全く理解できないんだ。これまで世界中で角が生えてるのは俺だけだって思ってたけど、俺みたいな異種が公開都市にはいるって聞いたんだ。それでそいつも俺と同類じゃないかと思ってここに来たんだ。そうさ、でも観察してみると俺たちは全く違ってた。角の形さえ同じじゃなかったよ。でも公開都市には異種がたくさんいる。俺とウルだけじゃなく。そうだ、隊長、ちょっと手伝ってもらえないかな。他の異種を観察して記録したいんだ。行こう隊長、時間がない。他にも頼みたいことがあるからさ。見たところ人間みたいだけど、でも人間っぽくない。誰が人間っぽくないですって？こんなに離れた距離で俺の声が聞こえるなんて人間ができることじゃない。それで人間っぽくない私を訪ねてきて一体何の御用でしょう？別に。それじゃあ。隊長、次のターゲットのところへ行こう。これは絶対に人間じゃない。ゴー。話ができないんじゃ交流できないよ。記録できるのは彼の体に鋼鉄板がいくつついてるかってことくらいかな。ゴー。何を言ってるかわからないよ。それじゃ。あの女の子、頭がない。 100% 人間じゃない。あっ、こっちを見た。あ、違う、彼女が持ってる頭がこっちを見てる。まったく失礼しちゃうよ。何度も言ってるでしょ、僕は男の子だって。ごめんごめん。それじゃ。いや、本当に面白いな。隊長、大事なことを手伝ってくれるなら教えるよ。俺が書いた一種のレポートだ。でも俺はまだ人間の文字をちゃんとマスターしてないから、隊長に添削してほしいんだけど。今日の観察内容はまだ書いてないや。後で補充しよう。完璧な異種観察レポートを作らないと。隊長、頼む。まずこの部分を添削してほしいんだ。牛乳一箱でどうかな。もし時間がかかりそうなら持ち帰って今度会った時に渡してくれればいいよ。
そんなに心配なら指切りをしよう。そうすれば安心できるから。あ、今行くよ。異種に関する調査レポートだ。おやおや、まさか本当にこれを手に入れるとは思ってなかったね。そんなに自分の素性を知りたいのかい？当然さ、自分のことを理解して損はないから。実際君が僕に会いに来た時には驚いたね。あの日仮装パーティーで飲みすぎたから酔って幻覚を見ているのかと思ったよ。以前は自分の素性を全く気にしていなかった君がある日突然僕に会いに来て自分に関するデータと情報が欲しいって言い出した時は全く珍しいこともあるもんだと驚いたよ。人間は変わるものさ。まして俺は人間じゃない。面白いね。できることなら君とウル君を研究室で解剖したいもんだ。君たちのような奇妙な生物の脳には一体何が詰まっているか。それでレチェル先生、俺のデータは？言ったよね、異種に関するデータを持ってくれば俺の来歴を教えてくれるって。安心したまえ。これは苦労して手に入れた君のような神秘的な種のデータだ。約束は守る。だがこのデータは機密情報だ。簡単に印刷することはできないね。後でメールで送ってやろう。帰ってこの新しいレポートを読ませてもらおう。もしかしたら君にも関係するさらなる情報が見つかるかもしれんな。ああ、確認した。敵は中央市街地だ。現在の座標は、-2567.800.360。北に移動中。隊長とターゲットに一番近い人気使いを向かわせる。定位システムによると、一番近い人気使いは、コルーノ。僕の研究室はあのモンスターたちがいるビルの屋上にあるんだ。僕の大切な研究設備とデータが。ああ、モンスターを目にした途端すぐに戦い始めたよ。先ほどまで僕と一緒にいたんだが。取引とでも言っておこう。そう、彼は自分を知りたいらしい。どこで生まれ、なぜ人間と違う力を持っているのか。そこで僕は他の人の情報と交換だと言ったんだ。僕も他の人に興味があったからね。彼らにはきっと類似点があると思っていた。特にウル君にね。なんといっても二人とも角を生やしているからね。奇妙な生物に関するデータの収集は永遠に飽きないね。持っていると言えるが、その種の情報は信頼性に関係なく僕が自由に操作できる。だが今彼は私の研究室を守るために戦っている。僕だって良心のある人間だから。そうだな、今は情報はない。あんな笑顔の相手を騙すのは僕だって罪悪感を感じるさ。
ああ、今行くよ。研究室は無事だったよ。感謝しないと。では失礼。研究室で何か壊れていないか確認しないと。メールを忘れないでくれよ。では。嫌な予感がする。さっきの戦いで実験室が半壊しちゃったけど、あの資料は無事だったかな。ああそうだ、約束通り隊長に教えるよ。実はレチェール先生と約束してたんだ。他人のデータを集める手伝いをしたら俺に関するデータを教えてくれるって。俺はどこから来たのか、なんでこんな姿なのか、両親はいるのか、すごく知りたいんだ。正直に言うと、昔の俺ならそんなことは気にしなかったよ。でも公開都市に来て人気使いになって隊長と会ってから、もっと自分を理解したくなったんだ。自分を理解できたらもっと強くなれると思う。そうしたら隊長も安心して俺を先頭に連れていけるだろう。もっと隊長の役に立てるよ。たとえお世辞でも嬉しいよ。ありがとう。そうそう、今夜海湾測場でまた仮装パーティーがあるんだ。隊長連れて行ってくれないかな。前回のパーティーは全然楽しめなかったから、俺毎日後悔してたんだ。人間の仮装パーティーはやっぱり面白いな。ここでは本当に人間に溶け込んでる感じがするよ。隊長、ほら、あの人も角が生えてる。わかってるよ。まさかわざわざ牛乳を買ってきてくれるなんて思わなかった。別にアルコールしかなくても大丈夫だよ。や、隊長。遊びに行こう、隊長。面白いことがあるんだ。隊長を招待するよ。いいだろう。空が暗いだけじゃないか。むしろこの天気に感謝したいよ。じゃなきゃこんな機会はなかったろうから。ついてくればわかるさ。
そうだよ。初めて参加した人間の仮装パーティー。隊長が連れてきてくれたんじゃないか。初めての体験だったよ。すごく楽しかった。隊長のおかげさ。最初の体験が最高だったから、あの後もここで仮装パーティーが開かれるたびに参加してたんだ。俺一人さ。でも、毎回隊長にもらった仮面をつけてたよ。隊長が一緒にいてくれるような気がしてさ。でも今日、隊長を招待したのは、ここを貸し切ったからさ。本当は今日もここで仮装パーティーがあるはずだったんだけど、この恐ろしい天気のせいで誰も来ないし、スタッフさえ見当たらなくて。だから主催側に電話で苦情を言ったんだけど、死にたいのか、やるなら自分でやれなんて言われちゃって、もう一度本当にいいのかって聞いたんだ。そしたらどういうわけだか急に怒り出して、死ぬか、死にたかったら貸し切ったらいいって俺に向かってわめいたんだ。というわけで隊長、ここはもう貸し切ったから一緒に仮装パーティーやろう。他の客になってもらうんだ。そうしたらパーティーも賑やかになるし。隊長、早くこのグラス全部に牛乳をついで。贅沢に行こうよ。貸し切りなんてめったにないんだからさ。は、あのマネキンの衣装似合ってないな。着替えさせよ。隊長、他に似合ってないマネキンがいないか見てくれないか。一気に着替えさせるから。ケーキがないのは残念だな。自動販売機じゃ普通の袋詰めのスナックしかないんだ。このステレオはどうやってつけるんだ？どれどれ？ライトのコントロールボタンはこれか。ちぃ、どうしてこんなにボタンが多いんだ？さ、つけて、隊長。こうすれば、俺たちは同類だ。ずっとつけててくれたらいいな。は、ちょっと待ってて、隊長。準備して。3、2、1。隊長、俺をここに連れてきてくれてありがとう。いい思い出になったよ。今日は隊長がここの主役だ。思う存分楽しんで。隊長にもここで楽しい思い出が山ほどできたらいいな。楽しかったら次もまた一緒に来ようよ。